ホラショビチェは、チェコ南部の村。チェスケエブジェヨビチェ市から15キロ西にある。南方には、警官保護区域である、ブランスキーの森がある。村は、第二次世界大戦中にも中世の村落構造や、南部ボーヘミアの民族的、農村的なバロック様式建造物群が無傷で、住んだものの、戦後に放棄された。 1990年から修復されて再び人が住むようになり、1998年にユネスコ世界遺産に登録された。ホラ・ショビツェが最初に歴史に登場したのは1263年である。1292年、ボヘミア・王バーツラフ2世が村とそれに付随するものを首都会派ビシーブロト修道院に寄進した。1848年まで村は、 修道院の資産の一部であった。1520年から1525年、ホラ・ショビツェはペストの大流行に見舞われ、生き残った住民はわずかに二人だった。村の北端にあるペスト支社墓地に立つ園中は、この出来事を記念するものである。修道院は、次第にバイエルンやオーストリアからの移民を迎えて、人口を増やした。1530年、 修道院の記録によれば、村の人口は17人になり、チェコ語地域の中のドイツ語圏の飛び地となっていった。1895年、ドイツ系、住民157人、チェコ人、住民19人となっていた。第二次世界大戦後のドイツ人追放により、村の多くの農地は放棄され元通りにされなかった。ホラショビツェは、冷戦時代のチェコスロバキアで荒れ果てなすがままに、 されていた。1990年より村は壁に修復され、定住者がいるようになった。現在の人口は140人ほどである。ホラショビツはボヘミアの典型的な村落である。23のレンガ作りの農場の中にはからなり、そこに120軒の建物が建っている。どれも村の共有領地に面した霧妻壁がある。共有領地は、 村落の中心にある広々としたもので、魚のいる池と礼拝堂がある。建物は18世紀から20世紀にかけて建てられたもので、ほとんどが19世紀後半のものである。よそから花嫁を呼び込むために可愛らしい外見になったと言われている。建築様式は南ボヘミア地方特有のバロック様式である。集落の中心部にあるネポムクの西洋羽礼拝堂は、 1755年に建てられたものである。1998年に世界遺産リストに登録された。当初の登録名はホラショビツエの歴史的集落保存地区であったが、2015年の第39回世界遺産委員会で名称が変更された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。